ファイターズとの一戦をハイライトで振り返りましょう。今日のライオンズ先発は今季3試合目登板、前回日本ハム戦で勝利を飾った松本アナレ。過去2試合が初回にフォアボールなどでピンチを作って失点というのがあったんですが、今日は1回三者凡退という松本さんいいスタートでしたね。これはもう最高な気分じゃないですかね。非常にテンポよく3人を打ち取っていきました。松本、近藤を打ち取って、そしてファイターズ先発はやはりライオンズ戦前回勝った角野が中12日で登板。ライオンズが1回裏ワンアウトから2番岸のヒット、そして3番オグレディです。強く叩いてライト線へ長打、一気に岸が帰ってきます。オグレディが前回立野と当たった時もタイムリーを打ちましたが、1回裏タイムリーツーベースで1点を先制します。そして4番に今季初めて座ったウーレンティン、ウーレンティンもこれ続きましたね。そうですね、あの4番という意識があったかないのかは分かんないですけどね、自分のバッティングしましたよね。2対0とリードを広げます。そして3回です。3回目でパーフェクトピッチングという松本アナウです。この石への三振も見事でした。すると3回裏です。ノーアウトランナー2塁から岸が送りバント成功、ワンアウト3塁としっかり形を作ります。そしてまたまた3番のオグレディをバッターボックスに迎えました。追加点のまた長打タイムリーツーベース、3対0とリードを広げます。ここはでもバントもまず生きて伝わりましたね、はい、そうですね、やっぱり理想的っていうかね、いい点の取り方でしたね、はい、さらにツーアウト3塁から5番の外崎、詰まりながらですがセンター前に落ちるタイムリーヒットになりました。オグレディホームインで4対0、3回で4失点というのが立野、この1点は大きいですよね。そして中盤の5回です。ワンアウトランナー2塁と無責任ランナーを置いてバッター7番の石井和成、初球でした。第2号のツーランホームラン、4回に1点差に詰め寄りましたファイターズです。2点差に詰め寄ったファイターズは2番手吉田晃生が4回5回としっかりと抑えてきます。この吉田晃生の、ねピッチングはやっぱり見事でしたよね、はい、そしてこのねちょっと吉本新喜劇のような格好になりましたけれども、これも見事なアウト。そして6回です。ツーアウト3塁1塁、バッター5番の野村、古い球なども随所に交えながら打ち取っていきます松本アナウです。そして、まあ、7回のイニングに入ってきました。ここで先頭のアルカンタラにちょっと強い当たりでツーベースを打たれた松本アナウです。そして7番の当たっている石井、センターへのタイムリーヒット、4対3ファイターズ1点差まで詰め寄ってきました。もうここまで来たらね、まあ、どっちが抑えるんだ打たれるんだ分かんないですよね。でワンアウト2塁で万波です。ただここをまずサードファールガイでしとぎます。ここ松本がよく踏ん張りましたよね。いや本当ですね、そして浅間もタイミングを外して、この先、まあ、勝てるピッチャーっていうのはこういうピンチでねできるだけ踏ん張るっていうことですよね、それによって守りも、ね、締まりますからね。7回3失点でした今日の松本、そして8回は平、今日の平は三者凡退三者三振でしたが、いや切れ味抜群でしたね、速い球変化球フライでした、三者連続三振。そして9回はマスタータッチ、ランナー1塁を置いてバッター6番のアルカンタラを迎えます。ここでバント、ただキャッチャー甘木乗って2塁、いい送球でしたがなんと源田が落としてしまいます。エラー、シュート回転してきたと思うんですけどね、でも、まあ、源田らしくはないですよね、はい、この後バント決まって2、3塁になって、ただここからがマスターの真骨頂、代打ヌニエスをスライダーで三振、そして最後万波もちょっと甘く入ったんですがセカンドフライに打ち取ってゲームセット、
4対3でライオンズが逃げ切って1点差ゲームをものにしました。松葉丸が今季2勝目をマーク。源田は最後は大きな笑顔でした。そうですね。